当院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。骨をできるだけ削らないインプラント手術法説明会、対象は一般の方から歯科医師まで、講師は医学博士の大口博先生。説明会随時開催中、お問い合わせはお電話で。大部分の果物の皮が果物そのものと同じくらいの栄養を含んでいることをご存知ですか？大な栄養が果物そのものと同じぐらい含まれている果物の一つにバナナがあるんですね。それは素晴らしい果物ですね。そうです。その利点はとても多いですね。多いですね。通常果物を剥いて中の果肉を食べたら、カスはゴミ箱へ放り込みますよね。はい。しかし今度バナナを食べるときは、捨てる前にちょっと考えてくださいね。ためらう理由は何ですか？終わりなんです。これから2つの家庭療法をお教えします。ニキビと吹き出物の治療、あなたのお顔と首にバナナの顔で5分間毎日マッサージをしてください。ニキビを治療する助けになりますよ。そうなんですね、それはまた老化防止の役割を果たし、シワの発生を減らします。2番目は虫刺されのかゆみ止め、夏蚊や他の虫がよくいますね。はい。それにかゆみがなかなか消えてくれませんよね。そうなんです。気がつくと かきっぱなしですね。科学的ではないお薬があるんです。バナナの皮の内側で患部の表面をこすってください。はい。数秒でかゆみと炎症を治すでしょう。てきめんですね。はい。バナナの皮を賢く使うことは素晴らしいですね。素晴らしいです。お試しください。決してがっかりさせませんよ。大口先生ありがとうございました。はい、どうぞ。そして皆さんの質問を受け付けております。どうぞお気軽にコメントをください。噛むことはあなたの健康の源です。まずはお口の健康からですね。新しいオーラルジェルができました。はい、これはどういったものですか？はい、これはですね、前回の大口博士が勧めるオーラルジェルの最新版です。はい、いつ発売されるんですか？7月1日から、改良されて発売されます。今回のハーブオーラルジェルは、前回の大口博士が勧める、オーラルジェルよりもマスティック樹脂が増量されました。はい。そのため抗菌作用や殺菌作用、それに加えて、ピロリ菌が口の中にいるということが最近分かってきましたけども、はい、ピロリ菌に対する、効果もこれにはあります。はい。でこのハーブオーラルジェルは、医薬部外品といって、はい、効能があるということが証明されています。はい。ですから、はい、市販されています。はい。お気軽に手に入れることができるわけですね。ありがたいですね。そうです。お問い合わせはこちらからどうぞ。骨をできるだけ削らないインプラント手術法説明会、対象は一般の方から歯科医師まで、講師は医学博士の大口博先生。説明会随時開催中、お問い合わせはお電話で。